大分市営陸上競技場は、大分県大分市の鶴運動公園にある陸上競技場。施設は、大分市が所有し、株式会社スポーツジョイ、大分市陸上競技協会及び、株式会社グリーン藤田の3団体で構成される、大分リバースタジアム共同企業体が、指定管理者として運営管理を行っている。運営管理者の大分リバースタジアムの名前の通り、 大分川川口付近の右岸に位置する日本陸上競技連盟第二種公認陸上競技場1965年の全国高校総合体育大会と1966年の国民体育大会の開催に向けて建設された毎年2月に開催される別府大分毎日マラソンと10月末頃開催の大分国際ジャイスマラソン大会のフィニッシュ地点として 知られる。日本プロサッカーリーグに加盟する大分トリニータは2001年の大分スポーツ公園総合競技場完成前は本競技場をホームスタジアムとしており、1996年1月、当地で行われた全国地域サッカーリーグ決勝大会に進出し、当時決勝リーグ2位までに与えられるジャパンフットボールリーグの昇格権を獲得したほか 1999年 J2 最終節でモンテリオ山形とのいわゆる終点の影楼と言われた指導が行われた。ビッグアイ完成後も本競技場を併用していたが2003年に J1 昇格を果たしてからは J1 の開催基準の問題上ホームスタジアムの指定から外された。その後はトリニータの J サテライトリーグの試合会場として使用していた時期もある。 現在はトップチームの練習場の一つとして利用しているが2019年シーズンは同年開催予定のラグビーワールドカップの試合会場の一つとして大分スポーツ公園総合競技場が使用される関係で特例として使用が認められ17年ぶりにトリニータのリング戦ホームゲーム2試合が9月に開催されたこれに際し大分市はロッカールームや 照明設備などの改修を行った。トリニータが J リーグ参戦する以前はそれ以外のチームの主観試合も行われているが、1996年8月14日に開催が予定されていた J リーグナビスコカップ予選、京都パープルさんが柏レイソルの試合が台風12号の影響による暴風雨のため J リーグのリング戦、カップ戦を通して、 史上初めての開催中止となった。J リーグ以外にも日本フットボールリーグのベルスパ大分と九州サッカーリーグの日本製鉄大分がホームスタジアムとして使用した経験がある。ありがとうございます。